マリホ水族館のトリビア、略してマリビア。それでは今回のマリビアをご覧ください。どうぞ。はい、マリホ水族館にはジャンプをするノーザンバラムンディというお魚がいます。はい、水面より上に餌があるとその餌めがけてジャンプをします。はい、マリホ水族館では生きたコオロギを与えています。はい、平日の月曜日、水曜日、金曜日の11時30分から行う本能のスイッチというイベントで実際にご覧いただけます。さっきのマリビアの動画良かったね。良かったですね。ノーザンバラムンディってオーストラリアとかパプアニューギニアに生息してるらしいよ。あ、そうなんですか。本能のスイッチって平日の月曜日、水曜日、金曜日の11時30分からやってるらしい。へー。ということで本能のスイッチ、皆さんもぜひマリホ水族館で実際にご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。